皆さんどうも、いんだりほータイムです。はい、というわけでいんだりほータイム始まりました。YouTube をねやるようになって、いろんな人のチャンネルがこう見るようになったんですけど、なんだろう、こう面白いよね。私がよく見るのはオロッチマルさんの料理作るやつとかは見ちゃうよね。手元しか映ってないけどね、ずっと料理作ってるやつとか、あれとかやっぱ見ちゃうなっていうのもあるし。そうです、私が飯田里穂です。今日は皆さんのおもてなし料理を作りたいと思います。あとは最近で言うと徳井空さん、空丸とは別の番組でも一緒にずっとレギュラーをやってて、でその時にいろいろ話すことが多いんですけど、なんとそんな徳井空さんが YouTube 始めましたね。わー、ちょっとコラボぜひしたいなっていう風に思ってるんですけれども、何やりたいかねっていう話をしてて、2人とも料理が結構普段からするので、ソラ&リホでもう行ってスーパーに普通に買い物に行って、キッチンスタジオみたいなところで普通に何にもない、もうエンターテイメントエンターテイメントとかも無視で、本当にもうなんか家にいるみたいな感じでこうやりたいよねとか、あとなんだろう、でもなんか多分みんなにとってスタジオにいるイメージとか、多分ステージ上にいるイメージとかの方が強いと思うから、なんか街中に繰り出してる私たちみたいなのはちょっと新鮮かもしれないですよね。そうですね、うんうん、分かった分かった、お弁当とか一緒に作ってピクニック行く普通にやれよって感じですよね、プライベートで。はい、なんかいろんな人を呼んでホームパーティーみたいな人して、呼んでもいいんですか、もっと呼んでもいいのとか、なんかそれこそ飯田さんが会いたい人、うん、前名前挙げてくださったじゃないですか、うん、いろんなそういう人たちとかもなんかゆくゆくは一緒に撮影したらいいですよ。そら丸ももう一緒に、でもみんな、なんて豪華な連絡来ました、菅健太。あ、なんか来ないです。他にはなんか連絡来たからとかいますか。誰でしたっけ、名前でした。その件だと極楽さんの名前も出してますんでしょ。私は山本さん、極楽トンボの山本さん。そう、山本さんと加藤さんだったらどっちと会いたいとかありますか。2人とも会いたい、セットで。どっちが優しいですか。どっちも怖いいい意味でね、もう子供だったから。でもいい人みたいな、裏ではめっちゃこう構ってくれたりとか、リホーっていっぱい言ってくれたりする。テンテレメンバーとコラボしてくださいって多くないですか。あ、多いわ。あ、そうだ、マナミだ、マナミ、マナミ、そう、いくらマナミ、テンテレの、あとテンチムですね。みんなさんにとってはテンチムですけど、なんか私にとってはほんと天下で、そうそう、天下はもう今やね YouTube のもうトップオブトップですから、これを機にね、連絡を取ってみるっていうのはありかもしれないですね。うんうん、リオちゃ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 ん、お久しぶり。なんでなんで、いやいや、なんでっていうか、いや、なんてね、いや、だってもうね、徳島でみたいなのも動画見させていただいて、こちらの事務所さんとしたら、もう快く、ぜひしてくださいっていうことで、ね、呼ばれたらどうしたんですか、メイクが、ボロッと、いや、お久しぶり、お久しぶりです。どうです。もう本当の
閉めろと、お前が閉めて入ってくる。覚えてますよ、それは。本当ですか。はい、で、私もちょうどね、同じ時期ぐらいに、YouTube でチャンネルを、まあ、再開してたんですよ、はい、そしてコメント欄に、飯田さんが極楽とんぼさんの話してますよ、みたいなので、はい、で、ちょっとパッと見てたら、おいってなって、うん、そして皆さん、スタッフさんという話になって。嘘、私だけ知らなかったんですか。そりゃそうでしょ。ありがとうございます。いやいやいや、こんな場所まで来ていただいて、すごい。お元気でした。お元気です。ねえ、いや、すごい。私もう29の年になります。はい、私も52の年になります。すごいですね。何十年ぶりですか。何十年、だからそうですね、私があれ、桜美林大学でちょっとこう、言っちゃってる、言っちゃってる。で、その次の日からいなくなった。あれが2002、3年ぐらいだったんで、はい、17年、8年ぐらい前ですから。すごい、でも覚えててくださって。いや、もちろん覚えてますよ、それ。ありがとうございます。あの当時、新人で1年目で入って、小学校5年生だったんですけど、すごい。あの頃は小学校5年ですもんね。5年生でした私。やっぱりそれはそうですよね。いや本当に1年目で入って、なんかもう途中でいなくなってしまったお二人を一生忘れない。そうですね。ああいうのはやっぱり子供心にね、なんでいなくなったんだろ う。だけどある程度大人になってちょっと考えたら、うん、なるほどなっていうことね。あの打ち上げかなんかの時に、お二人の VTR だけが届いて。ああ、はい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 。で、私はもう久しぶりにお二人に会えたから、すごい、うん、嬉しいと思って見たら、すごいお二人がどうもすいませんでしたって謝罪をしてる V で、一生忘れないです、あれ。なんで謝罪なのかなんて。そう、うん、っていう話をすごいしたかったんですよ。そうですか。はい、すごい、ありがとうございます。お元気ですか。元気ですよ。あ、そうです。それでね、で今回やっぱりこういうのをやるにあたって、うち極楽とんぼ山本圭一の方でもチャンネル、はい、圭一チャンネルっていうのをやってるんで、うんうん、私のチャンネルの方でもちょっとコラボしていただきたいなと思って、はい、よろしいですか。ぜひ。いいんですか。はい、じゃあそうしましょう。はい、何やるんですか。